アイドルグループ、乃木坂46、元メンバーで女優、タレントの江藤美沙さん、27、が2020年1月7日、翌8日発売のフォトブック、ディシジョン、リリースイベントと会見に登場した。19年3月31日に乃木坂46を卒業し、10月に埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手、26、との結婚を報告するなど大きな変化があった江藤さん。初のフォトブックに込めた意気込みや、同期の卒業についての気持ちを語った。フォトブック、ディシジョンを出版した江藤美沙さん、女性にも見てもらえる、ヘルシーな露出を江藤さんが、100点以上のものが作れたんじゃないかな、と胸を張る、ディシジョンでは昨年、アイスランドと故郷の大分県で撮影を行い、愛用のコスメやメイク、ロングインタビューなどを収録。背中を見せたセクシーなショットも、抵抗はありますけど、ちょっとヘルシーというか女性にも見ていただけるような露出の仕方を話し合って収録したという。アイドルからの卒業、結婚という大きな決断をした昨年になぞらえて、どんな時も選択、決断して人生を切り開いて歩いていくぞ、という気概をタイトルのディシジョンに込めた。収録のロングインタビューでは芸能界入りなど人生の転機で感じていた心情も率直に明かされており、仕事で悩んでいる方にももしかしたら共感していただけることがあるかなと思います、と見どころを語った。また一期生として加入し8年間在籍した乃木坂46を離れて初となる2020年の正月は、箱根駅伝に出場した弟の木月凛選手、国外クイーン大を復路7区の現地で家族と共に見ていたという。両親、夫の源田選手と一緒に沿道で名前を叫んでた気がします。行けって、と応援していたとのことだ。